皆さんこんにちは、ミキです。今日は招き猫で有名な豪徳寺に行って、で世田谷線沿いにある美味しいグルメを食べまくろうと思います。それでは Here we go。 世田谷線は三軒茶屋と下高井戸をつなぐかなりローカルな路面電車です。住宅街の中にある路線なので、観光スポットっていう感じではないんですけど、美味しいグルメがたくさんあるので今日はたくさん食べたいと思います。まずは豪徳寺駅からお寺に向かう途中にある美味しい焼き芋専門店に行こうと思います。ちょっと待って、閉まってる。木曜日、定休日。ああ、残念。日本では冬によくこの焼き芋が食べられるんですけど、この焼き芋の専門店が豪徳寺にあって、すごく行きたかったのに、諦めて次のお店行きましょう。来ました、まほろ堂Sougetsuさんです。どら焼きと抹茶です。どら焼きが招き猫になっていて、めちゃくちゃかわいい。でお皿も猫ちゃん。いただきます。生地がバターで焼かれていて、めちゃくちゃ美味しいです。このお店は豆大福も有名らしいので、私は豆大福も買いました。これは家に帰って食べようと思います。あ、めちゃくちゃ美味しかった。それじゃあ豪徳寺にレッツゴー。あ、豪徳寺に着きました。ああ、紅葉しててめっちゃ綺麗。わあ、素敵な三重の塔。すっごく素敵なお寺なんですけど、まだ招き猫感が一切ありません。本当にあるのかな。あー、猫ちゃん発見。ありました。すごくないですか。もう猫好きにはたまらないお寺です。かわいい、めっちゃちっちゃいのもいる。招き猫がたくさんいるところはここだけなんですけど、豪徳寺全体がすごく雰囲気のいいお寺なので、本当におすすめです。このちび猫がめっちゃかわいい。目がキョトンってしてる。もう紅葉もすごく綺麗で、もっと痛いんですけど、ちょっと今日は行きたいお店がたくさんあるので、もう出発しようと思います。待って、閉まってる。ここは
有名な肉まんのお店なんですけど、どうしても今日ここの肉まんが食べたくて、お昼ご飯を私我慢してきたのに、まさかの閉まってる。泣いてもいいですか？ショックすぎる。気を取り直して次の店に行きましょう。じゃーん、いちごのショートケーキとほうじ茶ラテです。いただきます。じゃーん、めっちゃかわいい。東京で一番好きなパン屋さんに行こうと思います。着きました。ブーランジェリー須藤です。ここはすごく人気のパン屋さんなので、本当は朝一に行った方がいいです。今3時前なんですけど、この時間になると結構ない商品もたくさんあります。中は撮影できないのでちょっと買ってきます。じゃーん、買いました。まず一つ目がこちら、具がたくさん乗ったフォカッチャ。ここのベーカリーは食材一つずつにすごいこだわりがあるので、このかぼちゃもめちゃくちゃ美味しいです。甘い。中にホワイトソースが入ってる。美味しい。そして2つ目のパンがこちら、これはアプリコットのジャムを包んだクロワッサンです。めちゃくちゃ美味しい。これ外はサクサクで、中の生地はもちもち。スノーのクロワッサン生地は本当に層が細かいのでめちゃくちゃ美味しいです。見た目もねすごく美しい。ただフルーツが乗ったクロワッサンは朝行かないとね売り切れていることがほとんどです。でも須藤のパンはどのパンも本当に美味しいので、豪徳寺に行った時はぜひ行ってください。それでは皆様の一日が素敵な一日になりますように。バイバーイ。